八戸岩手秋田福島群馬 F 東 23YS 横浜相模原長野富山藤枝沼津 G 代 23C 二 23, C 23鳥取佐ヌ北九州熊本2019年の J3 リーグ所属クラブの所在地この項目では2019年シーズンの J3 リーグについて述べる J3 リーグとして6年目のシーズン明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして 2019明治安田生命 J3 リーグの名称で行う。2018年12月14日に明治安田生命保険との4年契約を更新し、タイトルマークデザインが変更された。タイトルパートナー契約は J3 リーグ単独だった2014年シーズンを合わせて6年連続。2018年12月14日に大会方式及び試合方式が発表された。 3月9日開幕、12月8日閉幕の全34節合計306試合で行われる。チーム数が J1 リーグと同じ18チームになったことから試合数も J1 と同じになったがシーズン中にサッカー、日本代表の試合などによる中断がある J1 よりも2週間遅い開幕となっている。参加チーム数が2016年シーズン以来3年ぶりに 偶数となることから、スケジュール上、チーム単位で試合がない節は設定されない。例年通り、原則ホームゲーム、アウェーゲーム連続2試合までとされるところ、9月から11月に、かけ開催される2019ラグビーワールドカップの影響で、特例措置が講じられ、笑顔健康スタジアムが、試合会場となるロアッソ熊本は、第23節から第26節。 ミクニワールドスタジアム北九州が、ラグビーウェールズ代表のキャンプ地となるギラバンズ、北九州は、第21節から第24節、それぞれ4試合連続アウェーゲームが設定されている。2019年シーズンの J3 のクラブ数は15。前年同様、FC 東京 U-23 ガンバ大阪 U-23 セレッソ大阪 U-23 の、 U-23 チーム3チームが加わり、18チームでリーグ戦を戦う。2018年の J2 リーグ21位のロアッソ、熊本と22位のかまマーレ・サヌキは初の降格。バンラーで八のヘは日本フットボールリーグからの入会。また、グルージャ・モリオカは今シーズンから岩手・グルージャ・モリオカにチーム名を変更し、略称もモリオカから。 岩手に変更されるほか、ブラウブリッツ秋田は、2019年2月現在は、登録上のホームスタジアムは秋銀スタジアムのままで、あるが、本年度から全、ホームゲームを、秋田市厚橋運動公園陸上競技場での開催を基本とすることを明らかにしている。前年再開で、新監督に、昇格受け追い人の異名を取る小林真二を迎えて、 組織的な守備を構築した北九州が開幕からスタートダッシュを見せる。リーグ中盤に差し掛かると、序盤はもたついた広角組の熊本が首位を奪い、これに前シーズン途中から指揮を取る石崎信弘の下で固い守りを見せ、前年16位からの快進撃を見せる藤枝だが、クラブ初の首位を奪えば、2年目の布の慶一郎が攻撃的スタイルを構築した群馬が首位に踊り出るなど、 夏の中断期間となる第20節終了時点では、首位藤枝から2位、群馬、3位、熊本、4位北九州までが、勝ち点差3の中にひしめき合う4つともえの様相を見せながら、終盤戦を迎える。第15節から12試合負けなし、かつ、第18節から7連勝した群馬が、第21節終了時以降首位に浮上したものの、 第20節から5連勝で追随していた北九州が、第27節終了の段階で、群馬をかわし首位に再浮上する。北九州は、その後、第29節まで4連勝で首位を維持したとはいえ、残り5節の対戦相手が、熊本、群馬、佐抜鳥取、藤枝と上位を争う3チームとの直接対決を残していたが、第30節で熊本に引き分け、 第31節で群馬を下すと同じ第31節で新井藤枝が C 第23に敗れたこともあり一気に自動昇格圏に近づく迎えた第32節北九州はホームでサヌキを下し新位内を確定4年ぶりの J に復帰を決めたさらに次の第33節では鳥取に引き分けたものの新井藤枝が敗れたため1試合を残して 優勝を決めた。J2 から J1 に昇格初年度に優勝したケースは2011年の、柏は2014年の G 大阪と過去に2例あるが、前年の再開チームが翌年に優勝するのは、J リーグ史上初の快挙となった。これにより2位争いは、藤枝、群馬、熊本の3チームとなったが、第32節で、藤枝、群馬が勝利する一方で熊本は、敗れて2位の差が、 勝ち点6、得失点差7と広がった。続く第33節で藤枝が YS 横浜に敗れ、群馬が岩手に、熊本が福島に勝利した結果、得失点差で群馬が2位に浮上、藤枝が3位となり、2位の座をかけた最終節を迎えることとなった。熊本は最終節前の時点で2位群馬と勝ち点差3、得失点差17となり、 昇格はほぼ消えた。迎えた最終節では、群馬が福島、藤枝が北九州に勝利しともに、勝ち点は63と並んだが、得失点差で群馬が上回り任位をキープ、J に昇格が確定した。一方で熊本は長野に敗れて、勝ち点を伸ばせず、富山に抜かれて5位に終わった。また、佐抜きは第12節終了時点では首位に、 勝ち点差2の3位まで迫り、前半戦終了時点でも、最終的に2位となった群馬と勝ち点26で並び7位につけていたが、後半戦で、勝ち点37を上げ後半戦に限ると首位だった。群馬に対し、佐抜は、第22節から9試合未勝利となるなど、後半戦はわずか3勝、勝ち点13で、後半戦に限ると16位と低迷。 最終成績も勝ち点39の14位に終わり、2017年の北九州の9位を下回り、J2 から降格したチームの J3 初年度として、初の負け越しと2桁順位を記録した。最終更新は2019年12月8日の試合終了時出展、J リーグデータ順位の決定基準、1、勝ち点2、特殊点差3、総ゴール数4、直接対決の結果5、 警告数6、抽選。1J2 リーグ21位、e、22位との自動、上る、降格については、J3 の1位、e、2位クラブが J1 もしくは、J2 ライセンスを保有している場合のみ行われ、保有していないクラブがあった場合は入れ替えチーム数が、その分減少する。22位までに、U、U-23 チームが入賞した場合、 U-23 チームを除く13チームの成績を元として、自動昇格、または入れ替え戦出場チームを決定する。1節から17節、18節から34節、最終更新、2019年12月8日出展、J リーグデータ最終更新は2019年12月8日の試合終了時出展、J リーグデータ1差10列のチームが、ホーム側、色、 青イコールホームチームが勝ち期イコール引き分け赤イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2019年12月8日の試合終了時出展 J リーグデータ最終更新2019年12月8日出展 J リーグデータ中期前シーズンは J2 前シーズンは JFL ありがとうございます。